アップルプッシュノーティフィケーションサービスとは、アップルが作成したサービスで、2009年6月17日の iOS 3.0のリリースとともに開始された。プッシュ技術を使って、常にオープンな IP 接続を通して、サードパーティー製アプリケーションのサーバーからの通知を、アップルの端末に転送する。バッジ、オン、カスタムテキストアラートといった通知がある。アップンズは、 また開発者が活用する API を MacOS.LION に追加する。Apple がこのサービスを最初に発表したのは2008年6月9日で9月にリリースするというものだったが2009年3月17日の iOS 3.0プレビューイベントでスコット・フォース・トールはロールアウトがプンズのアナウンスメントへのレスポンスが伝えられるところ圧倒的であることによるスケーラビリティ目的に アプンズを再編することで遅れたとしている。両イベントで、ホーストールは、プッシュ通知は、バッテリーの持ち時間を通信の受信に関係する、バックグラウンド処理より長く維持するためのより良い手段で、あるとしている。MacOS X ライオンにおいてアプリケーションは、iOS で使われている同じ API を使用することで、MacOS X で動作するアプリケーションに、バッジ番号をプッシュできる。 OS 10マウンテンライオンのリリースにおいては、ユーザーは通知センターを通して、プッシュ通知を受け取れるようになった。もし通知受信時に、アプリケーションが開いていなかった場合、アプリケーションはユーザーに通知するためにバッチするか、ドックに追加される。アップンズは、MacOS 10ライオンともに、構成プロファイル経由でアップデートを受け取るために、登録され、サーバーのメール、 カレンダー、コンタクトサービスを使用するクライアントへのアップデート通知をプッシュするために使われる。これは iPhone のようなデバイスや Mac 上の i c a l のようなアプリケーションでも通知を受け取れることを意味している。各通知の最大サイズは256バイトである。ありがとうございます。